はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。話題の PayPay 証券でどの銘柄を選べばいいのか分かりやすく教えてという方にお話ししていきます。PayPay 証券は最近かなり人気なので気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では PayPay 証券でぜひ選んでみてほしいおすすめ銘柄を紹介します。 投資初心者の方向けに分かりやすくお話ししていきますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょうでは、このパートで PayPay 証券のおすすめ銘柄を紹介していきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。PayPay 証券は、高配当 ETF や、 投資信託では選べない個別銘柄が1000円から購入できるメリットがある。おすすめ銘柄は以下の通り、1、VYM、後輩当 ETF の代表格、2、TLT、米国株と反対の値動きをするのでリスクの低減に、3、VIG、後輩当 ETF と並んで人気の 連続増配等 ETF の代表格。この結論をもとに、PayPay 証券でぜひ選んでみてほしいおすすめ銘柄を丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。まずはお知らせですが、PayPay 証券とタイアップをさせていただきました。バンクアカデミー限定、投資資金が最大8000円当たるダブルチャンス。バンクアカデミー経由でキャンペーンコード入力の上、 講座解説完了いただけた方、抽選で20名様に3000円分の投資資金がもらえます。さらに秋の投資デビューとして、抽選で1000名様に5000円分のプレゼントもあり、この動画の概要欄に講座解説のリンクを載せておきますので、ぜひ一緒に PayPay 証券を利用していきましょう。キャンペーンコードはバンク2 1 0 9なので、よろしくお願いします。 最初に PayPay ペイペイ証券の基礎知識を見ていきましょう。公式ホームページのアピールポイントとして、1000円で大企業の株主にと書いてあり、Amazon や Facebook など、米国株式にも投資できることがわかります。もともとあったスマホ証券のワンタップバイが PayPay 証券に社名変更したことで誕生をしました。 PayPay 証券の最大のメリットは1000円から米国株へ投資ができる点です。確かに PayPay 証券のアプリで商品ラインナップを見てみると人気のアップルなどを選ぶことができます。2021年8月31日時点で他の株投資アプリでは米国個別株を取り扱ってないところもあるので PayPay 証券の大きな魅力と言えるでしょう。さらに個人的にいいなと思ったのは 高配当 ETF の VYM など人気の米国 ETF もあり、分配金もちゃんと受け取ることができました。ただし、分配金はもらえないケースもあるようですが、米国株式や米国 ETF に少額から投資できるため、初心者の人に向いていると言えますし、未成年でも利用できる点が好評です。では、本動画のメインテーマとなる、PayPay 証券のおすすめ銘柄を紹介します。 前提として、手軽に分散投資できる ETF から、後輩当 ETF などを選定しています。ETF は上場投資信託のことですが、様々な株式などに分散投資できる商品だと思ってください。一 v y m 後輩当 ETF の代表格。二 t l t 米国株式と反対の値動きをするので、リスクの低減に。三 v i g 後輩当 ETF と並んで人気の、 連続、増配当 ETF の代表格。これらを順番に見ていきます。まずは、おすすめ銘柄の丸1、VYM、バンガード、米国、高配当株式 ETF が、正式名称の米国 ETF です。VYM は配当が多くもらえる、高配当 ETF の代表的な商品で、年間の保有コストである経費率も、0.06%と安いです。米国の高配当企業、 約400社で構成されていて、2020年の実績は税引き前の配当利回りで3.18%でした。この VYM は現在の価格で107.67ドルと、1株当たり1万円以上かかるんですが、PayPay ペイペイ証券なら1000円から購入できるというわけです。最近は積み立て i s a で投資を始める人も多いですが、僕の考えとして、積み立て i s a の次は、 後輩と ETF にもチャレンジしてみるのはありだと思います。なんでかというと、積立ニーサだけだと基本的に分配金がもらえないからです。積立ニーサの対象となっている人気どころの投資信託は分配金が出ないものばかりになっていますが、その理由として、積立ニーサは長期の資産形成を目的とした制度設計上、分配金が出ない投資信託でのインデックス投資が基本となるからです。 分配金が出ると、その分投資信託の価格が下がってしまうので、確かにインデックス投資においては、分配金が出ない銘柄を保有するのが理にかなっているんですが、僕たちとしては、将来のためとはいえ、ひたすらお金を出し続けるのは、精神的になかなか辛いです。そこで、定期的に分配金がもらえる、高配当 ETF のような商品を持てば、精神的な余裕を持って、投資を続けられるかもしれません。 1> 月1000円でも配当があれば自分の趣味や交際費などにご褒美感覚で使えて日々の生活が潤うと思いますただし分配金は必ず出るとは限らずもらえないケースもありますが将来の利益を最大化する考えも大事ですが今の生活をもっと潤すための資産運用として高配当 ETF も考えてみるといいでしょう僕が実際に1000円で購入した VYM から 先日分配金がもらえたので一緒に見ておきましょう。この通りアプリ上にヴァンガード米国高配当株式 ETF6 月26日に分配金を6円獲得しましたと表示されました。VYM は3月、6月、9月、12月と年4回配当があるのでこの分が6月の配当になります。 こちらの取引利益にも確かに表示されていますが、1000円の VYM から税引き後で6円もらい、それが単純計算で年4回あるとしたら、6円かける年4回として24円。つまり配当利回りは税引き後で約2.4%くらいであることが分かりました。ちなみに配当は日本円でもらったので、ドルでの受け取りは不可能です。続いておすすめ銘柄の丸2、TL、t l t アイシェアーズ米国国債20年超 ETF 初めて聞く方もいると思いますが、米国長期国債と同じ値動きを目指す米国 ETF です。 国債とはいわゆる国の借金のことで、株式とは異なる値動きをする傾向があるんですが、この TLT の興味深い点として、米国株式の代表的な指数、S&P500 と反対の値動き、これを逆相関と言いますが、反対の値動きをする傾向があるので、一緒に持つとリスクの低減が期待できるんです。実際に米国株式と、 米国長期国債の値動きを比べてみると、この緑の線が、米国株式の代表的な指数、S、S&P500 に連動する米国 ETF の SPY で、青色の線が、米国長期国債の ETF である TLT です。で、この通り、確かにそれぞれのグラフが、 比較的反対の値動きをしていることがわかります。米国株式が下がった時は、米国長期国債は上がっていますし、逆に、米国株式が上がった時は、米国長期国債が下がる傾向があります。去年のコロナショックの際も、米国株式は大きく下がりましたが、米国長期国債は上がっていました。じゃあ、米国株式と米国長期国債を一緒に持つとどうなるか、これはかなり興味深いので、 ぜひ覚えておいてください。こちらは1978年から2020年までのチャートで、青色が米国株式100%で持った時のチャートです。やはり米国株式だけだとかなり上下の値動きが激しく、暴落による最も低い利回りの年だとマイナス37.04%というデータになりました。一方、この赤色のチャートは、 米国株式を40%、米国長期国債を60%持った時ですが、なかなか安定した右肩上がりになっていることがわかります。暴落時の最も低い利回りの年でも、マイナス4.29%しか下がらなかったので、リスクを抑えながらリターンを確保していることがわかります。 この最後を見ると、リターンでもそこまで大きな差がないようなので、これがいい例になったと思いますが、米国株式に米国長期国債を組み合わせると、リスクを抑えながらのリターンが期待できるんです。そのため、PayPay ペイペイ証券でも先ほど紹介した VYM などと一緒に、ぜひ TLT も一緒に選んでみると面白いでしょう。最後におすすめ銘柄の丸三 VIG、 VIG は米国増配株式 ETF のことで、配当金が毎年増加している銘柄を集めた米国 ETF です。配当利回りは現状2%程度と後配当 ETF には劣るんですが、増配という名の通り将来的に後配当化する可能性もあるため人気の高い商品です。こちらが VIG の 過去の分配金の推移ですが、右肩上がりに少しずつ増えており、2011年と比べると、現在は2倍近くまで年間の分配金が増えていることがわかります。ただし、先ほどお話ししたように、現時点での分配金利回りは、VYM の方が高いですが、今後の楽しみに、VIG も一緒に持ってみてもいいかもしれません。 では最後に改めて PayPay ペイペイ証券とタイアップのお知らせです。投資資金が最大8000円当たるダブルチャンスで、この動画の概要欄に口座解説のリンクを載せておきます。キャンペーンコードはバンク2109なのでよろしくお願いします。僕は今後も PayPay ペイペイ証券で投資を続けていきますので、ぜひ一緒に PayPay ペイペイ証券を試してみましょう。はい、では今日のおまとめです。 ペイペイ証券は高配当 ETF や投資信託では選べない個別銘柄が1000円から購入できるメリットがある。おすすめ銘柄は以下の通り、1、VYM、高配当 ETF の代表格、2、TLT、米国株式と反対の値動きをするのでリスクの低減に、3、VIG、 高配当 ETF と並んで人気の連続増配当 ETF の代表格。はい、こんなところですね。高配当 ETF などに、小額から投資できる PayPay ペイペイ証券。ぜひ試してみてください。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。 バンクアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします